金英南は朝鮮民主主義人民共和国の政治家。2010年9月から2019年4月まで朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員を務めたほか、最高人民会議常任委員会委員長を20年にわたって務めた。その間、1998年9月5日の社会主義憲法改正により、最高人民会議常任委員長が、 同国の原子核とされたため、対外的に国家原首の役割を果たしていた。党内序列は最高で第2位であった。出生地は日本統治時代の朝鮮の平壌が公式の記録だが、当時の中華民国法天章という説もある。後に家族と共に中国の国立交渉目乱県に移住した。1950年6月に、 朝鮮戦争が起き、同年10月に中華人民共和国で中国人民志願軍が結成され、当時中国で学生の身分だった、金英南も従軍した。朝鮮戦争休戦後も北朝鮮に泊まり、1952年にソビエト連邦経由で中国に戻るも1950年代後半に家族を連れて北朝鮮に移住し、金日清総合大学を卒業し、 再び、ソ連に赴いて、モスクワ大学にも留学した。朝鮮労働党入党後、長らく外交畑を担当し、幹部へと出世していく。1970年11月、党中央委員に選出され、1972年2月に、党中央委員会国際部副部長、外務次官に就任。同年、最高人民会議大議員に選出される。 1975年、党国際担当初期に任命され、1978年8月に党政治局員に選出。1980年10月の第6回党大会で党政治局員初期に再選される。1983年12月28日、政務院副総理兼外交部長に就任。1998年に退任するまで、 約15年間在職し、金日成、金正日府市の外交政策を支える。1989年9月には、祖国平和統一委員会副委員長を兼任。1994年7月8日に、金日成が死去。金日成の演説総案の多くを作成し、金日成から信頼されていた、金永南は、同月に開催された、金日成追悼大会において、 追悼演説を行った。1998年9月5日、最高人民会議第10期第1回会議において、憲法が改正され、近日政の四後空位となっていた国家主席は廃止となり、代わって最高人民会議常任委員会委員長が国家原資格として再設置された。金永南は最高人民会議常任委員会委員長に選出されて、対外的に 国家元首の役割を果たすこととなった。しかし、金英南は、この最高人民会議の席上、金正日が務める国防委員会委員長を国家の最高職席と宣言したため、金正日が事実上の国家元首となり、金英南は国家のナンバー2となった。2009年4月9日の最高人民会議第12期第1回会議で憲法が改正され、 国防委員会委員長が国家の最高指導者として規定された。これにより、金正日が名実ともに国家元首となった。一方で、国際行事、特に中華人民共和国の2008年北京オリンピックの開会式、ロシアの2014年ソチオリンピックの開会式、大韓民国の2018年ピョンチャンオリンピックの開会式などのようなスポーツ祭典には、 金英南が国家原首格として北朝鮮を代表して出席した。2010年9月28日に開催された第3回党代表者会議と第6期党中央委員会第22回総会で政治局常務委員に選出され、正式に党内序列第2位となった。2011年12月17日に金正日が死去し、 三男の金正恩が後継者となった。金正恩体制の下でも、金永南は粛清されることもなく序列、第2位に据え置かれ、2016年5月に開催された第7回党大会でも政治局常務委員に留任した。2017年2月15日に開催された、金正日総書記の生誕75周年、慶祝中央報告大会では、 金総書記の指導の継承問題を完璧に解決したのは千年、万年の未来とともに末長く、輝く、最も尊い業績だと発言し、また2月12日に発射したミサイルについて、民族最大の祝日である金総書記の誕生日を輝かしく飾ったと述べた。2019年3月10日の第14期最高人民会議代議員選挙で再選されたが、4月10日の 第7期党中央委員会第4回総会において、党中央委員会政治局常務委員を退任し、翌11日の最高人民会議において、最高人民会議常任委員会委員長も退任して引退した。2020年10月10日に開催された、朝鮮労働党創立75周年記念軍事パレードでは、慶祝代表の一員として、招待席で参加した。 1974年、列国議会同盟朝鮮民主主義人民、共和国代表団団長として来日。2002年9月17日の第1回日朝首脳会談では、平壌国際空港に到着した日本の小泉純一郎首相を出迎えた。弟の金尾のれ男は朝鮮労働党、政治局員、政務局副委員長を務め、2017年10月開催の 党中央委員会第7期第2回総会で退任した。遠赤の金東順と岩章花は2008年、韓国でスパイ容疑のために逮捕された。ウィキメディアコモンズには、金英難に関するメディアがあります。ありがとうございます。